君の脳に直接送るするのミヤです。こんにちは、こんばんは。リトルナイトメアやっていきましょう。なんか前回あれですよね、オイランのお姉さん、和服のお姉さんが出てきまして、なんかエスパータイプだったみたいな話、何を言ってんでしょうかね。あーそうそう、こっちの部屋にいるんだよね。どうしましょうって感じで終わった気がするが、どうしましょう。あれ、なんかこの辺で普通に走ってたら出てきた感じじゃなかったっけ。なんか奥の部屋でしなきゃいけないんだっけ。前回やったことといえば、このよくわからん板を、ね、いたずらしたみたいな。あ、でもなんか落としてるね。そのわーんみたいな、手出しちまったねーかんな。あー、やっぱりあれがトリガーになってたんですね。トリガー、どんかどんか言うけど気にせず、気にせず通り過ぎる意味もないんだよな。うんこっち行っても意味ないと思うし、いけないのか、そもそも一旦バレる。なんか前回手出したら消えたんだよね。手出すっていうか、近くまで行ったらほいで。おー、びっくりしたー。あーあー、なるほど、なるほどなのか、よくわからん。とりあえずこの鏡みたいのを持っていくとなんかあんのかな。いちいちこの、あー、ちゃ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 、この段差みたいのに引っかかるわこれなんかあんのかな。やっぱ鏡っぽいよね、よくわからんけど。ああ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 、鏡だとしたらやっぱやつが来た瞬間にその方向を向かなければならぬ感じがするが、だーで、あそこ光るから、あーえで、消える。消えたら、あの明るいとこまで来て、明るいとこまで来て、この光を跳ね返す。あー、やっぱり。今ので、万事解決できたの？あ、で、ここに来て、どこに来る？あ、当たってる。いい感じでは？この鏡の力を持ってとしても、シックスちゃんは衝撃にやられてしまうと、ここは反応勝負ですね。どこに出る？あ、フェイントをかましてくる。何回もやれば一旦引くやろ。引かない？引かなそうだな。かなり難しそうだ。次はこっち？こっち？さらのこっち？こっち？結構あの判定が甘いというか、意外と ざっくりやってても反応してくれるから、全然そんな反応勝負って感じではないっすね。あっ、あ、割れちまった。大丈夫なのか。おっ、大丈夫ですか。お互いにちょっと辛そうな感じですが、
あれなんか首伸びてないっすか、お姉さん。いや肩が出てるだけか、首が長いわけじゃない。これは何かある。あー来る、来るんだ、来るんだ。シックスちゃんもいよいよなんか人間じゃなくなってきた感じですね。そもそも人間かどうか、どうか怪しいんですけど。そして食ったお姉さんに何か影のようなものが入っていく。影なのか、なんだろうこれ。あ、振り向きそうで暗転と。はあ。ていうかあのお姉さんはもうこれで出てこなくなっちゃうのかな。倒してしまった。意外と強そうで強くないみたいな。お、ここはでっかい、あのコナンの、あ、コナンのドアは引き戸みたいな感じか。いいね、この演出なんか好きですわ。すごい、エスパータイプになっちゃったシックスちゃんが。わあ、じいさんばあさんが手出してこようとしてもエスパータイプでどうにかなるという。懲りずに来るねこの人たちは。戻ったらシュールな感じになるよね。まあいいや。あ、なんか吸い取ってんだね、力的なもの。力というか勢力、生命力みたいのを吸い取ってる感じ。これでもう中減らないね、シクスちゃんは。かなりダーク感出てきちゃってるけどね。この目のドアを開ける。うわ、眩しい。で外に出るの。え、もしかしてクリアした、このゲーム。もしかしてレディの部屋、レディって言うんだ、さっきのオイランのお姉さんは。オイランって言っていいかわかんないけど。で外に出て、お、サンカくんたち、3匹4匹5匹。途中なんかいろいろ助けてあげたら、助けるっていうかなんかしたらまた変わってたのかな。暗転、暗転ドーン。終わっちまった。ほー、なるほどな。基本的になんだろうね、ちょっといろいろ整理しますと、まあ最初シックスちゃんが何かから逃げていた。逃げていたというか、船内をうろついていて、まあ、手長のおじさんとか、コックさん、双子のコックさんと、あと、謎の暴飲暴食のおじいさんばあさん。あと、レディっていう、オイランのお姉さん。たちから逃げる的なストーリーでした。で、途中途中で、シックスちゃんはお腹が減りまして、で、お腹減ったら、まあ、何かしら、最初はパンとかだったんだけど、ネズミとか食べるようになって、しまいには、まあ、しまいにはというか、サンカ君に手を出して、しまいには、レディの首に食いついて、レディを食ってしまった。で、その後、なんか、エスパータイプになって、いろいろ強くなりましたみたいな感じでしたね。
まあなんか考察しようと思えばすごいいろいろあるんでしょうけど、ちょっと僕には考察力がなくてね、こういう雰囲気を楽しむことしかできないんですけど、まあね、雰囲気はかなり面白かったと思います。いやー、途中ね、基本的になんかおどろおどろしい系のゲームかと思ってたんですけど、途中からホラー感はどんどん出てきて、うおーってなってたんですけどね。いやー、でも面白かった。そんなにその謎解きも難しくないし、ちょっとテクニカル的なところはあったんですけどね、実際に客観的に見てるよりは難しかったり怖かったりした感じはあると思いますね。リトルナイトメア自体はまだダウンロードコンテンツみたいのがあるらしいですし、なんか2もね、そのうち出るらしいんで、いつ出んのかな。なんか僕みたいなキャラクターがいるっぽいですね、2には。ちょっとね、出たらやっていきたいし、そもそもこのリトルナイトメアはなんとかエディションみたいの買ったんで、まだダウンロードコンテンツがあるんで、それをまあ次回からやっていきましょうかね。次回ってほど時間今回使ってない気もするけど、一旦ねここで一区切りしようかと思いますね。でももしかしたらデモというか、途中コレクト要素みたいのがいろいろあったと思うんですよね。なんか日本人形の陶器と火をつけるとこと三角くんとまだ他にあったかな。なんか辺集めてクリアするとまた何か起こるのかなっていうのは思ったりしますね。まあちょっといろいろ今回何も調べないでやってるんで、ちょっとクリアしたということで、ちょっと何か変化があるようなことがあれば、ちょっといろいろやってみたいと思いますね。コレクトアイテム集めてクリアするとどうなるかとか、最後の三角くんが何人か集まってきたところも、三角くん助けるというか、なんかすることで変わるのかなっていうのは思ったりします。はい、リトルナイトメアということでね、とりあえず本編のノーマルエンドとか、ノーマルエンドとか、バッドエンドとか、グッドエンドとかあるのかわかんないけど、あ、もしかしてクリア後がある？クリア後ですね。灯台かな？てか、船、サンキューフォープレイングか。船だったのかな？船だと思ってたんだけど、これは何だろう？島？あ、戻る。戻ると強くて、ニューゲームみたいのが出たりするんですかね。あ、はい。強くてニューゲーム的なものはないですね。いや、あれ、これは、あれか？普通に最初から始めたのと同じ感じかな？それとももう、ダウンロードコンテンツ始まっちゃった？あ、オイランのお姉さん。あれ、俺、オープニングとかよく覚えてないんだけど、これ最初からこんな感じだったのかな？オイランのお姉さんは最初から示唆されていたって、ラスボス的な扱いではあった。あ、そうだね。ここをやった覚えはあるわ。ってことは、ニューゲームと途中から始まるは結局一緒だったんだね。終了して、チェックポイント。あ、コンセプトアートが新しく出てんのかな。あー、全然集まってね。これあれか、途中のコレクトアイテムとか集めると、あ、こんなんいたね。二足歩行だったんだ。なんか単純なヒル？うん、ヒルみたいな感じかと思ってた。これ全部集めたい。こういう部屋あったね。引き出し登ったり。あ、これ手長おじさんの部屋じゃないの？手長いから、トイレも長いみたいな。で、コックさん、3人だったの？双子だと思ってたけど。
あー、暴飲暴食のおじさんおばさん、ここではあんまりなんかあのコックさんと同じような感じではないんだね。なんかちょっとスリムというか、別にスリムでもないけどね。あー、あったね。え、面白、怖、絵のおどろおどろしさ、我が子を喰らうサトゥルヌスみたいな顔してんな。これはなんだろう。こんなシーンあったかな。お風呂に入ってるなんか知らない人を肉塊をシックスちゃんが洗ってるみたいな。で終わりだ。コンセプトアートいろいろ見たい。まあちょっとね、集められるかどうかわかんないですけど、まあね、今回はこんなもんにしときましょうかね。まあダウンロードコンテンツ次回からやっていきたいと思いますので、まあお楽しみということでね。え？ああ、これは、あ、俺ダウンロードコンテンツ持ってないんだ。え、買わなきゃいけないの？ほほん。はい、まあね、こんな感じで次回もやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。どうぞまた今後ともよろしくお願いします。バイバイ。